どうも、海外サッカー専門サイトオフザボール管理人の上達です。 YouTube でラジオのコーナーを務めておりまして、リバプールを中心としたプレミアリーグのトークをお届けしていきたいと思います。アシスタント MC はオフザボールでライトを務めてくれている立正さんです。お願いします。はい、お願いします。お互いリバプールファンということで、ほとんどリバプールの話になるかと思いますが、お付き合いくださいということで、今回は2024-25プレミアリーグ順位予想ということでやってまいりました、はい、おそらくこの配信はちょうど開幕に向けてやろうかなと思っておりますが、はい、今ね、目の前にあるホワイトボードに、1位から20位の、順位を書きまして、はい、それぞれの、はい、で一応あえて今トップ4は書いてないので、この収録中に思うんですけれども、ひとまずね、5位から20位はもう埋めたんですよね。はい、自分のまず、まあ、主観で、はいはい、入れました。ということで早速じゃあ降格圏の18位から20位ですか、はい、一応して20位はお互いイプスウィッチということで、まあ、うん、そうなっちゃいますよね。いや、まあ、もう戦力的には降格しかないんじゃないですか。まあそうですね、ちょっとプレミアリーグでやるにはちょっと厳しいかなと思って、ズタボロにやられる可能性もゼロじゃないなとは思っています、はい、で19位はちょっとお互い違うんですよね、はい、19位は、私は、ボーンマス、はい、で立正さんはサザンプトンということで、これは、サザンプトンを選んだ理由としてはやはりそうですね、サザンプトンの今年あれ取ったんですか、日本人選手、菅原選手、菅原取りました。はい、日本人としての注目度はちょっと上がってはいるんですけど、うん、もう僕いかんせんサムサンプトンがプレミア時代の守備のズタボロがもうイメージから離れなくて、うん、はい、また行ってらっしゃいっていうまた行ってらっしゃいのパターン、まあ、なんか拭えないっていう。しかも菅原選手そんな守備がめちゃくちゃ得意なわけではないので、はい、まあ、洗礼は受けそうですが、はい、まあ、アシストとかは結構 ね、 そうですね、つくかもしれませんが、はい、ということですね。私はボンマスにした理由としましては、得点の要ソランケがスパーズに抜かれたっていうところで、まあ、ソランケの代わりっていうのはこの段階で取るっていうのは僕難しいと思ってるんで、うん、得点力ごっそり抜けるんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、去年は良かったですよ。去年何位だったかな、結構注意どころで止まっていたと思うんですけども、ただソランケっていう存在を、この失ったことで今年は厳しい戦いを強いられるのではないかなと。12位では、うん、まあそんなに悪くなかったですね、はい、注意どころなんですけど、今回はソランキーなくなったところで僕落ちるんじゃないかなと予想をしていますと。で18位レスター、はい、ってことはこれあれですか、昇格組が綺麗にそのまま、あ、もうそうですね、ここ純粋に純粋単純狙いました。はい、ここは綺麗に上がってきた、千葉さん、そのまま下がるもう一番レスターのスタッツ見たときに、もうスカッと見たときに気になったのは、まだエースジェミー・バーディーなんです。ああ、確かに37歳一切トレーニング筋トレしない、タバコ吸ってるっていうバーディー先生がまだやられてるっていうことで、はい、まあすごいことですけどね。ただまあ、うん、綺麗に昇格がその落ちる年になるんじゃないかなってことですね。はい、そうですね、僕はノッティンガム・フォーレストを予想したんですけど、まあ、ついに落ちる去年もう本当ギリギリだったような記憶が、多分17位なんで、まあ、ちょっと持ちこたえられないのかなと思ってますっていうところで、まあ、まあ、下3つ5つぐらいちょっと似てるよってになると思うんですけど、うん、じゃあそうですね、13位から17位ぐらいいきますか、はい、じゃあ、17位は、立正さんはエバートンということで、まあ、これは、はい、これただ の、 自分の願望ですから10位これなんでかっていうと、うん、とにかく下にはいてほしい、うん、まあ、去年も15位とかでしたよね、はい、とにかくリバプールファンとしてはとにかく下にいてほしい、うん、ただ降格されるとダビが終わっちゃうので、それは寂しいですね。寂しい、なるほどなるほど、はい、いうところで17位で、私はレスターにしてます、はい、ここは何でかというと、まあ、残るけどもやっぱマレスカ監督をここで抜かれるっていうところはきついですよね、正直、うん、だいぶきついです昇格して監督抜かれるってめちゃくちゃきつい。いや、サッカー時代変わっちゃうからね、はい、2部で培って確立してきたサッカーが1部に上がった瞬間にそれでもうおじゃになっちゃうわけですから、はい、これは厳しいなっていうところで、うん、あとは要は中心選手のデューズバリーホールを
そのままチェルシーに抜かれるって、これを僕なかなか鬼畜の所業やりやがるなと思って、はい、普通あんまやんなくないですか、あの、確かに、だってまず一部にチェルシーにさよならって言ったこと自体ちょっとレスターファンからしたらえっていう気持ちがあって、うんうん、まあでもまあビッグクラブから、オファーって受けることは仕方ないから、まあ、マレスカ監督を送り出してあげようと思ったかもしれませんが、そこでチームの中心選手であるデューズバリーホールもそのまま引き抜きますって言って連れて行っちゃうのはなかなか鬼畜の所業だなと僕はちょっと思ったんですけど、はい、要は監督と、要は中心選手一部チームの顔を一気に抜かれたっていうのは相当厳しいと思うので、うん、僕もなんかこれはもしかしたら怖くていくかもしれないと思いつつ、ちょっとあまりにかわいそうなんで踏みとどまってほしいなという上達さんのあれですね、選ぶ基準、あのエースその得点源がいるかいないか、まあそうですね、中心選手とかが、うん、あ抜かれるかつ代理をちゃんと取れなかった、うんうん、現時点でまだ開幕前なんですけど、ちゃんとそこの穴を埋めきれないチームはちょっと厳しいんじゃないかなと思ってるっていうところですと、うん、そしたら、16位が、例えばノッティンガム・フォレスト、はい、まあここら辺って感じですか、うん、そうですね、あのなんやかんや残るけど、うん、まあ、上にはいかないだろうな、J リーグで湘南ベルマーレ的なポジションを確立した可能性があるんですね。まあ僕がここ、サーサンプセインツ、はい、で、ですね、僕はここで言うと16位から20位までが降格圏争いになるかなと思ってて、うんうん、ここがもうごちゃごちゃごちゃって、はい、最終節ぐらいまでもつれ込むんじゃないかなと思ってて、うん、で、まあ、なんか劇的な形でレスターとサザンプトンが残るみたいなことはありえるのか、でもただここ紙一重かなと思っていますと、うん、いうところで、ここに、レフに関してはなんか順位が5つ全部上位してもおかしくないかなと僕は思ってるっていうところで、はい、で、15位ボーマス、ボーマスで、僕が、ウルブズ、うん、で、ここら辺に関しては残留争いはちょっと離れるかなとは思ってます、ここで僕は自分的にはこの15位から下が、うん、残留争いのボーダーなるほど、要はボーンマス、フォレスト、エバートン、レスター、セインツ、なるほどなるほど、はい、らへんが、まあ、残留争いって、はい、で僕も、15位をウルブスにした理由としてはネットを取られたじゃないですか、チェルシーに、はい、あれめっちゃきついなっていう、得点、攻撃の要のネットを取られて、あと、キャプテンのキルマンをウエストハムに引き抜かれたんで、うん、攻守の要をそのまま引き抜かれて、はい、背骨ボロボロ状態っていうところなんで、まあ、ただその下に比べるとまだ選手いるのかなっていうところなんで、あの結構厳しいと思います、ちょっと去年に比べたらスケールダウンしてると思いますが、まあ、降格することではないのかなっていう予想で15位にしてるということで、うんうん、はい、例えばさ14位ウルブスと、はい、そこはもう同じ意見です、うん、まあここら辺だろうと、戦力ダウンしてるけど落ちるまで、うん、で私がフラムなんですよね、でこの理由としてはスミスローを獲得できたのは非常に大きいと思うんですけど、はい、パリーニャ取られたのでかい、うん、同じ理由ですけどパリーニャの穴を埋め切れてないんですよ、うん、いやごっそり守備のあのカバリングのところがないまま臨むっていうのは、はい、まあ偉いこっちゃかなとは思ってるので、うん、で失点は間違いなく増えるのかな、うんうんうん、でその失点の分スミスローが取るかっていうと、はい、それは取りきれないので、うん、ここら辺かなと思ってますと、はい、で13位フラム、まあ、だこれ辺はもう、はい、もう同じですね、はい、理由とかもなんでイメージも同じです、フラムとウルブスはもう本当一つ違いぐらいで、はい、なんとなく似た理由になりますよね、うん、で私が13位がエバートン、13位エバートンということで、エバートンはオナナが取られたのがきついですね、アストンビラに、うん、ただ去年勝ち点剥奪された中で残ったじゃないですか、うん、だから残留力っていうのは非常にソリッドだと思うんですよね、はい、なんで、まあ落ちるチームではないのかなと、うんうん、要は勝ち点また剥奪にならない限りは去年だからマイナス勝ち点4ぐらいから結局残ってる、うん、なんていうのしぶとさはあるので、まあ勝ち点剥奪が今年起きなければここは残留争いに加わることはないのかなって予想はしてるっていうところです、うんうん、で12位、例えばさんブライトン、ブライトンはこれは、うん、今回あの監督変わりましたね、監督変わりました、であとエヴァン・ファーガソン抜かれる説あるじゃないですか、そうですね、抜かれる説あるで、三笘も正直稼働がまた怪我とかあって分かんないってなってくると、うん、昔の
強かったブライトンのイメージがあまりつかない、うんうん、そうですね、狙ってくると、ただ、まあ、下がるチームでは全然ないので、うん、まあ、この注意あたりにとどまるかな。なるほどね。まあ、デゼルビーいなくなったっていうのがこの今回どうなるかっていうのが最大、やっぱあの監督31歳なんですよ、はい、ヒュルツェラー監督31歳でドイツ2部の、で優勝してきてるんですけど、プレミア初挑戦31歳ってちょっと未知数すぎるところは確かにあるっていうところですね、うん。で私はブレントフォードということで、はい、前回の動画でも言いました、僕は、今年ファビオ・カルバーリオ大ブレイクの年になる気がしているので、はい、カルバーリオの活躍を僕期待して、ちょっとここにもう1年で戻ってきていいよぐらいな感じで、うん、ブレントフォードで活躍してくれると信じて、はい、まあ、その結果がチームにも反映してくれたら、まあ、これらへんなのかなと思っているという感じです。うんうんうん、じゃあ11位クリスタルパレスという、はい、どうですか、こう鎌田大地が入りました。鎌田大地入りました。で結構プレシーズン活躍してるっていう風な感じなんですけど、うん、パレスってどうしても僕の中で中盤になってくると守備ガタガタになってくるっていうイメージがついて、うん、攻撃陣のタレントめちゃめちゃいるんですけど、うん、安定しないのかなっていうところで、うんうん、この10位前後っていうところがイメージですね、うんうん、なるほどなるほど。で私が、ウエストハムということでロペテギ監督、はいになって、プレミアリターンです、はい、モイズさんが、うん、セグッバイしたわけですけども、はい、まあロペテギ監督もそこそこちゃんとやるし、補強がすごいんですよウエストハム今年、うん、あの夏もう7人ぐらい経ってるのかな、結構ものすごい補強してるんですよね。なんで、ウエストハムかなり本腰入れるだろうなっていうところで、あとワンビサカ、取りましたよね、うん、なんで、かなり、補強としては、プレミアの中でもかなり成功してる方だとは思うんですけれども、まあだから来年かなと思ってます、このウエストハムが、うん、あの爆発的になんか強くなるのは来年かなと思ってるので、うん、そういう意味では今年はまあ11位ぐらいで、来年はもしかしたらなんか6、7、8ぐらいに入ってくるのかなっていうような感じですかね、うん、ちょっとね新戦力が多すぎるのも僕どうかなと思ってる、はい、あの増えすぎると安定しないチームになるっていうのは、そう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 、で結局あの要はシーズン中にチーム作ってないといけないんで、どうしても序盤戦をかけたりとか、はい、プレミア の厳しさに特に外からやってきた選手ねはフルシーズン持たないので、っていう意味で言うと、まあ、ハムは、まあ、今年はハムの年っていうことにはならないのかなっていうところで、立松さんも10位ハム、はい、そんな感じですか大体理由としては。今年はそんなに安定せずに、うん、上の方までガッツとはいけないけど、まあ、今年は準備の年になる、うん、ロペテギもそこそこやると思いますよ、はい、やると思うんですけど、まあ、今年はちょっと新しい顔ぶれすぎるかなっていう感じをするので、まあ、ハマったらちょっと分かんないですけどね、はい、で私はブライトンということで、次回の動画でねちょっとブライトンの日本ツアー僕取材したので、はい、ちょっとそこのお話ししようかと思うんですけども、あの一つはやっぱグロスがいないのがちょっときついな、はい、ドルトムントに、ドルトムントいけますで、あのグロスの役回り、リンクマン、最終ラインと前線のリンクマン、うん、要は、グロスを経由して攻撃を展開するっていう役回りだったんですけど、この役回りを今誰がやってるかって僕日本で見たんですよ、はい、そしたらジェイミズ・ミルナだったんですよ。あら、ミルナさんです、ね、で、そこそこでもやるんですよ、できる、はい、できるんですけど、グロスに比べたらいや、それよりいいかって言われたら、うんうん、要はミルナの良さってそつなくこなすっていうところなんで、はい、スペシャリストではないんですよね、うん、なんでプレミアリーグでじゃあ、あのなんて言うんだろうな、トッテナムとか、シティとか、リバプールとか相手にそれやれるのかっていうとちょっと僕は懐疑的なんで、うん、っていうところで言うと、ちょっとそこでボロが出る可能性があるな。要はリンクマンに、うん、完全にあのミルナーがスイッチ役で、うん、ミルナーにボールが入ってスタートする、うんうん、で逆に言うとそこ潰されたらめっちゃ危ない、はいはい、っていうところのサッカーなんで、一方あこいつすごいなと思ったのはヤンクバ・ミンテっていう選手を入荷するから取ったんですけど、はい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 、今年で20歳、うん、こいつすごかったっすねちょっと、多分ブレイクの年になると思います。あの1対1の力がすごくて、うん、あこれはちょっと化けるなっていう、まあ、右ウィングなんですけど、うんうん、これはすごい活躍そうだなってとこがあったんで、まあ、10位ぐらいに何らかの持ってくるんじゃないかなって予想はしてるっていうところですね、うんうん、そしたら9位ブレントフォードって言ってます、はい、こちらはどうでしょうかね。そうですね、今年結構上ですねブレントフォード。そうですね、監督がもう安定してる、今年何年目でしょうか、ね、長いですよね、結構長いですよ、はいはい、もう自分たちがやるサッカー分かりきった上でトニーが
爆発すればこれぐらいまでいく可能性が全然あるな。あのサウジアラビアに引き抜かれなければですね、はい、今なんかオファー来てるらしいですけど確かにチョニーが残れば逆算できますけど、はい、イメージは確かに確かに10位以内の年に入るなるな、うん、なりそうだなっていう感じがあります。まあ、僕もまあ12位にしてるんですけど、まあ、そんな悪いことにはならないかなと、はい、まあ、去年がそんなに良くなかったですけど、うん、まあ、トニーがいない時期も多かったんでね、はい、まあ、去年よりはいい予感はしますよね、はい、ということで僕は9位、ここでサプライズチェルシーということで、ここはリスク背負いました。はい、あのハマれば優勝あると思ってるんですよ、うんうん、チェルシー、あのなぜなら今年の夏だけで彼ら400億円ぐらい使ってるんですよ、はい、去年も使ってましたけど今年はバカみたいにお金使ってて、はい、うん、選手層でいうと、今季プレミアリーグトップは間違いないです、うん、これは多分シティ超えたのかなっていう、全員がハマれば優勝あり得る、うん、あの年になると思うんですけども、はい、僕からしたらいや去年の最後尻上がりのポチェッティーノを切るような運営陣ちょっと大丈夫なのって思って、はい、去年だって最後6連勝ぐらいしたのかな、うん、すごい強かったじゃないですか最後、うん、でようやく最後シーズンの最後にチェルシーっていうチームの色が固まってきて、これ新シーズンこれすごいぞチェルシーってなった時にポチェパンって切って、うん、さあ仕切り直しですって、そんなセンスのないことしちゃう運営陣が果たして優勝するのかっていうと、うん、なんか僕はちょっとそこに疑問で、バレスカ監督は非常にいい監督だと思いますが、でなんで攻撃はすごいクリエイティブです、すごい、ポチェよりある意味攻撃はクリエイティブなんですけど、うん、守備はポチ以下です、うん、あそこの構造はあんまり作るのうまくない、守備の穴は結構できちゃうので、うん、っていうところで言うと結構失点が増えるんじゃないかなっていうところがあって、うん、ただねペドロネトが加入したことでちょっと攻撃の方はちょっと破壊力としてはもしかしたらプレミアリーグトップかもしれないですが、うん、だから優勝の可能性もあるという前提で僕は9位にしました、はいはい、いやなんか、まあ、ギャンブルですね、そんなんで優勝されてたまるかってとかちょっとあります、うん、あんな最後あんなにチーム仕上げてきたポチッティーノをあんなにあっさり切って新しい監督据えてさあ優勝なんて世界であってほしくないっていう気持ちがあるので、はい、うん、だから僕はなんかシーズン終わった時にねポチ続投が良かったでしょって言いたい、うん、ポチ続投があったら優勝できたよこれって、はい、うん、いう展開になってるんじゃないかなっていうところで9位にしました、はい、ただハマれば優勝ある、うん、本当にいう可能性はあるというところで、いうところで言うと8位、はい、タダさんチェルシーになるんですけど、あのチェルシーあの 上に僕もそうなんです、あの上に来てほしくない願望と、うん、あの人集めすぎても軸作れなくて終わるぞ、そうなんかちょっとゲーム、うん、なんかそうあの浮入れみたいな感じな、チェルシーだけなんかちょっとかサカツクやっちゃってる感じですよ、はいはい、だからお金があるにしてもニューカッスルって堅実じゃないですか、はい、チェルシーって本当なんか欲しい選手をホイホイ集めてきてでどうすんのみたいな感じになっちゃ、うん、わちゃわちゃしちゃってるって、これでチーム作るって、あそう僕も言いたいのはマレスカ監督がこのメンバーをマネジメントできるとは思えない、ビッグクラブ初ですね、そうなんですよね、それであの40何人も人いて一人一人がワールドクラスで、うん、これアンチェロッティやったら僕優勝って言います、うんうんうん、だから求められる能力がもはやあのメンバーになると戦術じゃなくてマネジメント力な気がするんですよね、はい、うんうん、だからマレスカ監督は今戦術タイプの監督で、マネジメント力というのはこれからつけていく監督だと思うんですけど、はい、2はちょっと2が重すぎると思うんですよね、うん、あの不満分子絶対出る中でそれ抑えれる、うん、ま、出れますかっていう、だからコンテとかあったらいいよ、いいですよまだ、はい、まだマネジメントで要は何俺が俺の言うことを聞けっていう監督なんで統率、うん、取れますけど、めっちゃかめっちゃかしちゃうと思うんですよ、うん、だからそういう意味で言うとブライトンのヒルツェラ監督は要はそういうチームじゃないんで、はい、自分でこうやって育てていくチームなんでアジャストすると思うんですけど、ちょっとチェルシーマレスカ監督が荷が重すぎると思うんで、はい、途中でパンクするんじゃないかなっていう予感がしてるっていうところです、うん、はい、まあでもここら辺一緒ですね、9位8位、いや上達さんは8位がパレス、クリスタルパレスで、クリスタルパレスは僕は今年飛躍の年になるんじゃないかなと思ってて、というのもまあ一つ痛かったのはオリーセ、うん、がバイエルンに抜かれたの、はい、これ痛かったんですけど、ただ鎌田とイスマイラ・サールで穴埋めできるのかなって、うん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 、やっぱ鎌田とやっぱサール獲得できたのでかいなと思ってて、はい、っていうところで言うと あ, のあとね、まあ
オリバー・グラスナーが僕は非常に優秀だと思っているので、フランクフルトでも限られた戦力で、トップ4入り果たしたことありますし、で言うと、グラスナー2年目なんで、ちょっと成熟の年になるのかなっていう、鎌田の使い方も一番よく分かっているし、まあ、オリーセ痛いですけど、オリーセの穴は僕はサールと鎌田で埋めれると思っている。ただ一つ寄せてほしいのは、グエイが今ニューカッスルからオファーを受けてるんですよ、はい、センターバックをね、はい、グエイの動向次第で順位変わりますよ、うん、そこ抜かれる、グエイ抜かれたらドーンと落ちます12位ぐらいまあ、そこがやっぱね、僕は守備の安定、はい、まだ開幕前のこの段階の収録時点でグエイがパレス残ってるので、グエイ残る前提で8位にしてます、はい、ただグエイ抜かれたらこれは全然変わります話、うん、だからパレスはグエイ次第っていうところ、うん、で残りが僕8位ぐらいまで行くんじゃないかなっていう感じですね、うんうん、ということで7位、ここ一緒ですね、ニューカッスル、お、一緒ですね、はい、どうですか、ニューカッスル、ギマランギス残る、うん、あとはまあゴードも残ると思いますよ、残る、その辺残って、まあ、イサクも残る、残る、今年 CL ないから、うん、日程的にもちょっとだけ楽になる、うんうん、これぐらいでいくんじゃない、まあそうですね、はい、今後の動画で話しますが、ニューカッスルの日本ツアー行っているんですけれども、非常にソリッドな印象を覚えました。でなおかつ、さっきの話につながりますが、グエイを獲得すればもっと上狙えます、はい、うんうん、だからニューカッスルも唯一懸念があるとしたらやっぱ、ね、センターバックなんですよ、うん、バーンが、まあ、年でスピードがちょっと、うん、身長2メートルありますけど、うん、スピードでちょっとぶち抜かれてることがあったんで、グエイ獲得できたらまだ上狙える、はい、で、ここもう本当パレスとニューカッスルに関してはグエーの動向次第で順位がちょっと変わってくるかなと思ってるっていうところで、まあ、あとはね、ニューカッスルとしてはまあ監督も残留する方向なんで、それは大きいかなと思ってます、うん、で、あとね、トナーリがようやく戦力としてトナーリが本当事実上の今季補強みたいな感じなんでっていう意味でもプラス材料しかないのかなって、マイナス材料があんま見当たらない、うん、去年に比べたらプラスが多いのかなってところで7位にしているということで、じゃあ6位、立正さん取ってたということで、こちら6位にした背景としてはいかがですか、うん、そうですね、僕あ言っちゃっていいですが、その5位をアストミラにしてて、上達さんここ逆なんです、ね、あ、そうですね、僕が5位が取ってたの、6位がアストミラにしてるっていう、はいはい、どっちかなって考えたときに、うん、アストンビラの方が今季、まあもう誰だろう、エメリー、エメリーになって、結構ここも長期政権になりつつある中で、うん、だいぶ安定してきてるので、そうですね、まあその4、5位とか4位もちょっと迷ったぐらいなので、うん、そこに入ってくるってなってくると、まあその下になってくる、そうですね、なる、うん、今季の補強で言うとチェルシーの次にすごい積極的にやってるのが僕アストンビラだと思ってて、うん、アストンビラもね、もうね7、8人補強してるんですよ、はい、ででかかったのがオナナ、エバートンがオナナを獲得したんで、ここ相当でかいです、うん、なんでアストンビラは強いのは、ワトキンスも残りそうだしね、うん、前提なんですけれども、僕がなぜ6位にしたのかというところで言うと、はい、やっぱりね CL の壁っていうのがあると思ってて、うん、CL 参戦するじゃないですか、はい、ニューカッスルそれでめっちゃ苦労したんですよね、はい、去年やっぱりすごい選手とありながら CL との両軸っていうことに慣れてないところで、どっちもガタガタっていっちゃったんですよ、2と追って、うん、っていうのを洗礼を受ける年になるのかなっていう、うん、ビラもでも洗礼を受けたら取って6位っていう、はい、まあ、そこの そもそもの戦略はもう熱いっていう、そもそもなんで CL との両軸を、要はましてやグループリーグ突破した決勝トーナメントに行くととんでもないスケジュールになりますから、はい、っていう中での多分この接触補強なんですと思うんですけども、いかんせんやっぱ欧州の舞台っていうところに慣れてないっていうところで言うと、集中力の分散はもう起きちゃうのかなっていう、うん、プライオリティをどこに置くっていう迷いが各選手に起きたりとかは多少出てくると思うんで、まあ6位でそれでもそうですよね、ただまあ6位ぐらいなのかなっていう予想、ただ選手層で言うとトップ5入ってきてもおかしくないなと思ってますと、うん、いうところで5位取ったようにするんですけども、はい、まあ、僕は、これはソランジェ次第だと思ってます、うん、どこまで点取るか、そのケインになれるかっていう、そういうことですね、だからあそこがリシャルリソンだったのが物足りなかったんですよね、うん、結局のが
ソランケが爆発すればトップ4狙えると思うんですけど、ちょっと未知数なんですよね、はい。我々はやっぱソランケって存在を知ってる、元リバプールなんでなんですけど、あのだから去年が言い方悪いですけどまぐれだった可能性もゼロじゃなくて、うん、であとは中堅型のストライカーとか、あのなんていうんだろう、ビッグクラブ型のストライカーって結構分かれてると思うんですけど、それがちょっと読めないじゃないですか、うん、だってアンディ・キャロルはすごい中堅のチームで点取ったけどリバプール行くダメだったとか、うん、やっぱビッグクラブだと噛み合わないストライカーっているんですよね、うん、でソランケどっちか分かんない、はい、ちょっとそこが未知数。爆発すればすごいけど、120億円っていうのがただでさえプレッシャーになって肩に乗ってくる中で、はい、120億円の期待に応えられるかっていうとちょっと分かんない、うん、っていうところで強引してるっていう感じですと、はい、ということで、じゃあお互い良い、はい、私マンチェスターユナイテッドということで、はい、例えばさんがリバプールということで、じゃあリバプールの理由としましては、はい、今補強がないっていうのも、まあ、まあ異常事態ですけど、ね、異常事態ですけど、まあ、監督が変わってまだ戦術だいぶ選手とだいぶミーティングを重ねて戦術理解、うん、だいぶ進めてるっていうのはあるんですけど、うん、でプレシーズンマッチも調子はいいと、うん、ただじゃあ実際、リーグ始まった時に、どうなるかはまだ正直分からなくて、うん、その最初の3試合4試合とかでパン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 って勝てればもっと上行く可能性があるんですけど、うん、そこでこけた時に立て直せるのかっていうことね。スロット監督が自分の思い描いたのと違うってなった時の対応力があるかどうかは分かんない、うん、まだ未知数ってことですね。なので、まあ、ただトップ4には入るだけ、うんうんうん、で4位にしました。なるほどね。僕はマンチェスターユナイテッドにしました、はい、というのも僕はガルナチョとメイヌの年になるのかなと思ってて、はい、やっぱガルナチョも去年からまあすごかったですけど、本格的にプレミアリーグの中心選手にというか、あの去年でいうパーマーのポジションが僕ガルナチョになる可能性があるなと思ってるぐらい、ガルナチョすごいんじゃないかなと思ってて、メイヌーもやっぱりユーロ見るとすごかったというか、まあもうあの面そうそうたるイングランドでスタメン張ってるレベルで、まあ、メイヌーもワールドクラスの選手として、プレミアリーグに旋風を巻き起こす存在になるのは、まあ、間違いないと思っている。プラス補強がデリフトとマズラユ獲得して、はい、まあ、夜はちょっと怪我しちゃいましたけど、守備も的確な補強が進められたということで、うん、ユナイテッド僕は優勝争いに参加してくるという、はい、監督を、解任しなかったのは僕正解だと思っててます、うん、テンハグさんをここで切ってたらちょっとあれですけど、残したというのは非常に僕は賢明な判断だと思ってるんで、チェルシーと違ってね、はい、ようやくなんかテンハグの戦力が揃ったのかなっていうような印象なんで、まあ、あとホイルンドがどれぐらいやれるかっていうところはあると思うんですけど、うん、僕はトップ4からが今年は1位から4位の優勝争いかなと思ってますと、うんうん、はい、なんで、あらかじめ言っておくと、多分1位 今年の優勝は一番勝ち点が低いんじゃないかなと、うん、混戦になる、90には乗らない、僕実は80前半なんじゃないかなと思ってますと、うん、なぜならどこもね完璧じゃないんですよ、はい、どこもうわこっから仕上がってるなって感じはないんですよ。なんで取りこぼしは結構ありそうだなっていうところなんで、うん、トップ4はめちゃくちゃ混戦になると思ってるっていうところで、うん、3位、はい、マンチェスターユナイテッドさん、はい、ということで、 そこもあの今回リバプールとユナイテッドでここ逆になってる理由は、うん、監督変えなかったかっていうのも、うん、そこ同意見で、ちゃんと今までやってきたことの継続できるプラス戦力補強うまくいってるという状態で、うんうん、センターライン結構分厚くなった、うんうん、そう背骨のところがね、オナナも昨シーズンの前半ちょっと危なかったけど、うん、後半立て直せた、うん、センターバックデリフトを入れた、うん、でメインウール、うん、でブルノ・フェルナンデスが現在、まあ、前がホイルンドが爆発すればっていうところになるんで、うん、真ん中しっかりしてるんで、うん、まあ、ここかな。そうですね、だから我々共通してるのは実はユナイテッドこけるって予想はしてないんですよ。してないです。嫌いなチームなんですけど、はい、ユナイテッド硬いなっていうような印象はあるというところで、僕3位はアーセナルにしました、うん、ここも僕はアーセナルがちょっとこける年になると予想してます、はい、っていうのもまあこれは戦力的に見れば僕優勝ありえると思ってるんですが、プレミアリーグの試練として3年優勝争い本格的にし始めた3年目ぐらいに一回こけるみたいなのがちょっとあるんですよね、はい、リバプールもそうだったんですけど、はい、なんで、一昨年去年と連続2位だったじゃないですか、うん、あと一歩優勝っていうのが2年続いた中で3年目の正直って思いたいところですが、意外と、うん、意外とこけるっていうケースってちょっとある、うん、
で、今年それが実は起きるんじゃないかなと思って、はいはい、で、起きるって優勝争いしますよ、はい、すると思うんですけど、例えばメリーナとか、うん、カラフィオーリとか着実な補強はしてるんで、うん、メンバーだけ見たらこれ優勝する年でしょ、うん、3位お前何言ってんだバカかと、上達バカじゃないかと思われると思うんですけどそううまくいかないのがプレミアリーグの面白さかなと思って、うんうん、もう補強見たら一番着実なのは僕アーセナルなんじゃないか、うん、要は補強しすぎず的確なところ、うん、ちゃんと欲しいところを取ってるで、要は一番100点に近いのはアーセナルなんですけど、うん、100点に近いのになんか勝てないみたいなことが起きるプレミアリーグ、それがあるんですよね、うん、なんでそういう意味で言うとリバプールもなんでこんなに仕上がってるのになんで勝てないんだろうみたいな年があったりしたじゃないですか、はい、クロップ体制でもっていうのが、なんかその優勝、本当に優勝まであと一歩の3年目で実は落ちるっていうことは、なんか僕もう10年以上プレミアリーグ見てきた中であったんで、うん、ガナーズそこの壁に当たる年かなと思って3位にさせていただきました、はい、ということで2位アーセナルと、はい、そうですね、また3年連続ですか、それは悲しい、無冠の帝王みたいな感じになりつつある、はい、なるほど、はい、もう盤もうだいぶもうさっきおっしゃってもらった通りもう盤石なんですよ、うん、盤石だけどもう結局その上にはいけないっていう、うん、なんかお笑いコンビで言う和牛みたいな感じただカラフィオリとか取ったのめちゃめちゃいいなと、うん、補強はもうね100点なんですけどね、はい、これ後ろ4枚もう揃いましたね、うん、なんで普通に考えたらアーセナルって補強あの予想するだからアーセナルっていう人が一番多い気がします、うんうん、ただなんかそう綺麗にうまくいかないのがプレミアリーグかなって気がしてるんで、うん、なんかできない予感がしてるんですよ、はい、で僕にマンチェスターシティにしました、はい、これはなんでかっていうと、はい、ちょっとプレシーズン見ててちょっと老いを感じるんですよチームに、うん、でアルバレス移籍僕痛かったと思います、 あれそうですね、アルバレスを出しちゃいけなかったと思うんですよ、うん、ただ本人が強い先発やりたいってことで出したんですけど、アルバレスの穴は僕埋まらないと思うんですよ、うん、何が言いたいかというと去年より戦力ダウンしてると思いますし、はい、なんで、でデブライネも去年よりは良くないと思うんですよ、うん、でまあハーランドはもちろん健在だと思うんですけど、要は供給する側、要は今までハーランドの黒子に徹してきたアルバレスとかがいなくなるとか、うん、でデブライネもやっぱ年齢重ねて配球もやっぱ1個落ちてくるって中で、うん、去年よりじゃ強いかって言われると僕去年よりは強くないんじゃないかなって気がしてて、だから勝ち点を90に乗せてこないと思ってる中で、だからこそアーセナルは優勝しないといけないんですけど、はい、なんでその時に勝ちってお前ら勝てないんだよってことがありえそうな年、はい、でということでじゃあ1位は、はい、マンチェスターシティです、はい、これはまあもうやはり5連覇ですか、なんか悔しいですけど結局こうなりそうな気はしてて、うんうん、まあ、アルバレス抜かれたのめちゃめちゃ痛いと思うんですけど、うん、ただ結局あのサビを取ったりとか、うんうん、ボブが今年覚醒の年になるかもしれないと思って、うんうん、ウィングがハーランド盤石にいる中で、うん、ウィングの補強と、戦力がもうガッツガツなんですよ、うん、でウィングってその時の調子とかによってもうスタメン決めれば、まあそうですね、まあ、ドクとかグリリッシュとかもいますしね、いますんで、なんでその時にもう最高級品をずっと出し続けるっていうのがグランディーロのチームの強みなんで、うん、結局そこがいれば崩れることないかな、うんうん、まあ背骨の部分もしっかりしてるから大きな崩れはないと、はい、そうです、盤石に勝っていくっていうところ、はい、で僕は痛さ爆発のリバプールじゃんですけどこれは普通に考えたらいやないだろうと、うんうん、思われがちなんですけど、僕は、まあ、スピメンディが獲得できなかったのが激痛です。だから僕はね、これね、スピメンディ来るありきの順位だったっていうのがあったんですけど、もう一個はスロットのサッカーを研究されきっていない今年が実は一番チャンスなんじゃないかっていう、要はみんなスロットの、僕も見ててうわ、こんなサッカーするのスロットって思ってていうところで、ただリバプールとしては対戦相手の情報はもうすでに持ってるじゃないですか、うん、でもスロットの情報をじゃあ持ってるかっていうと少ないんですよね、うんうん、不気味な存在なんですよ。だからそれで言うと一番つかみきれない対戦相手がどんなサッカーしてくるんだろうとか、だから去年とかもおととしやっぱクロップに対しての徹底的な対策をしてきてたチームがそのやり方では間違いなく通用しないんですよ、うん、なんで逆に来年は
対策される存在だと思うんですけど、今年は一番つかめない不気味なチームなのはリバプールだと思ってて、なおかつ万全じゃないシティとかが現状になると、実はだから僕も一緒です、開幕スタートラッシュ切れたら、うん、結構意外といっちゃうんじゃないかなと思ってる。そうですね、自分もスタートラッシュ次第でここの順位全然変わると思う、うん、ただ冷静にちゃんと見た時の優勝は僕アーセナルだと思って、はい、いやアーセナル、うん、シティ、うん、チェルシー、うん、ユナイテッド、リバプール、はい、とかが王道で言うならそこら辺が入ってくる感じなんですけど、ただそううまくいかない、だから僕は結構ずらしてやってますわざと、うん、本命のところはガナーズ、シティ、ユナイテッド、チェルシーとかでリバプール、スパーズかなって感じかなっていうところからわざとずらしてやってる、うん、そんな予想通りにはいかないよってところで、うん、リバプールが実は研究されきれないままシーズンと行けちゃったとしたら、あと冬の移籍市場で結構手堅い補強ができたら、はい、うん、あるんじゃないかなっていうことを願望ですね。これ願望です、はい、ということで、じゃあもうさらっと、立松さんのが、順1位から順に、マンチェスターシティ、アーセナル、ユナイテッド、リバープール、アストンビラ、トッテナム、ニューカッスル、チェルシー、ブレントフォード、ウェストハム、クリスタルパレス、ブライトン、フラム、ウルブス、ボーンマス、フォレスト、エバートン、レスター、サウサンプトン、イプスウィッチと、はい、で、私がリバプール、マンチェスターシティ、アーセナル、ユナイテッド、トッテナム、アストンビラ、ニューカッスル、クリスタルパレス、チェルシー、ブライトン、ウェストハム、ブレントフォード、エバートン、フラム、ウルブズ、サウサンプトン、レスター、ノッティンガム、フォレスト、ボーンマス、イプスウィッチと、はい、いうことで、まあ、立山さんの方が世間の評価は近いんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、僕はプレミアリーグの変な魔物に、魔物の存在をちょっと信じて、はい、魔物にシティとアーセナルが加われるんですよ。なんかまあ僕ガナーズがもろに加われる予感なんですよ。これもなんか予感がしてて、引き分け多そうな予感がしてる。なんか土壇場で追いつかれる試合がなんかパッと頭によぎってて、うん、試合内容圧倒したのに勝ちきれない試合がガナーズ今年増えちゃうんじゃないかなっていう。なんかごっつい点取るセンターフォワード取ったら変わるかもしれない。まあそうですね、ワタキンス入ってたら一緒だと思うんですけど、はい、まあでもプレミアに、ただ順調にいけば僕はいよいよガナーズが3度目の正直はあるんじゃないかなと思いつつ、まあちょっとそんな順位しても面白くないかってところもあるんですけど、ちょっとじゃあ、またシーズン終了後にね、はい、答え合わせしたいと思うので、はい、そこで赤っ恥をかけたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。